ここに戻ってきたか。とにかく早くさっきの甲府の様子を見に行こう。お前たちここにいたのか。お前たちが残した手がかりをたどってやっとここに着いた。道中休んでいる将も見つけたからすぐに処置を施した。だが未だ他の3人は見つかってない。ん？君主、お前。大したことではない、心配するな。洞窟の中。体力を使い果たしてはいるが命に危険はない。よかった。その人らを。ああそうだ、我も一緒にいいか。問題ない、みんな俺らの仲間の命を救ってくれた恩人だ。君主、違う、我ではない、この体のことだ。我が消えた後、お前は相変わらず。刀に目はなくとも職人には情がある。弱だ、俺はもう眼神ではない。ああ、すでに察している。今の俺はただの平凡なリーウェ人だ。貴様ですらその一歩をたどるとはな。言っておくが、再び振動が。構わない、その日が来たとしてもリーウェの民ならばお前と向き合う準備が整っている。ガン王帝君がいないリーウェは本当に。神がいなければここは人の国だ。全ての命は年月により摩耗し、だが構わない、因果は天によって定められる。我、貴様は永遠の時を生きるだろうが、それは同時に。寿命ならお前の方が長いだろう。元素によ。そうでなければ我を殺せず、こうして。冗談を。旧友との再会は喜ぶべきことだ。かつての双眼巨炎でのこと。岩石には心がある。貴様は義を選んだが、竜は天を震わす。だから我が馬、どう取り繕う。契約の神のと。感謝する。我の命は無限に近い。行くのか。モラクス、縁があればいつの日か必ずまた会おう。ああ、心配はいらない。眠っているだ。うーん、なんか変だぞ。突然。俺たちと君主は確かに互いを知らない関係だ。ああ、もうかなり昔のことだ。千年も経ったが、昨日のことのように鮮明に覚えている。前回の続きといこう。岩王帝君は山々を一人でくぐり抜け、地の割れ目から聞いたこともない音を聞きました。リーウェの地下に住む古代の岩元素生物、そのほとんどは目が見えず何千年も空を見たことがない。その音は歌のように悲しくもあれば、イカズチのように恐ろしくもありました。岩王帝君は辺りを回り、岩層から奇妙な石を見つけました。それが弱打竜王だった。彼の望みに応え俺が地上に連れて行った。岩王帝君はその石を憐れみ、自らそれを本物と見まがう巨竜に掘り上げました。俺が彼に世を見る両目を与え契約を交わした。指を筆のように振るい、竜の目の玉をつけました。その瞬間空に雷鳴が轟き、本物の竜が現れたではありませんか。俺は彼が地上の人々と生きることを認めた。しかし彼が秩序を破れば再び暗闇に封印することになる。その後竜はいついかなる時も岩王帝君のそばに仕え、一緒に戦いました。このような言葉があります。金石が砕かれ埃を震わし、山と川を二つに裂いた。竜は命と目を与えられ、祝福の雨を大地にもたらした。
千年前、ジャクダは双眼巨炎を襲撃した。俺がそれを阻止し、彼と戦いを繰り広げ、最後に彼を撃退し、地下に封印した。沈龍石はその戦いで生まれたものだ。ジャクダは沈龍石を本能的に感知することができる。だからそれをたどって俺を見つけようとしたのだろう。その対戦によって俺は彼を負かしたが、彼が俺より劣っていたということではない。彼の心には俺とリーユへ、そして地上の命への情があったのだ。彼は自らの意志で封印された。しかし魔王によってそれすらも忘れてしまったのだ。俺も逃れることはできない。ただ常人より心得があるだけだ。その時が来れば潔く離れるべきだと。力が強大であればあるほど魔王がもたらす危険も大きい。幾千年も経てば岩ですら疲れ果てるだろう。自らの手で友を封印した。それも俺が経験した魔王の一つだ。正しい道のために人々は諦め続け、失い続ける。もしかするとこれが天理が俺にかけた魔王なのかもな。しかし俺は人の神だ。どのように身分が変わろうと、この両目で人の歴史を知見する。やっぱりリーユへのことを気にかけてたんだな。大したことではない。俺の義務だ。今回は助かった。感謝する。どういたしまして。なんだ。そうだ、危うく忘れるところだったぞ。この前ダインスレイブってやつに会ったんだ。その人がオイラたちにカーン・ルイヤの消失と神々の制裁について話してくれて、その出来事がオイラたちの探してる人と関係があるって知ったんだ。勝利、お前は何千年も生きてきた正真正銘の神だろ。だからきっとこのことも経験してるよな。それを言うことはできない。なんでだ。なんで何も言えないんだよ。オイラたちにとってすごく重要なことなんだ。分かっている。しかしすまない。これは俺の契約なんだ。まさかそのこともお前の過去やジャクダ竜王と同じように何か訳があるのか。この契約は全てが始まる前に交わしたもの。契約に従う俺にはそれを守る義務がある。そんな。俺はお前を友だと思っている。お前を失望させるのは俺の本意ではない。しかし契約の神としてこの契約を破ることはできない。こうなるって予想してたのか。お前はますますこの世界について分かってきたようだ。この大陸にはまだたくさんのことが、秘密がある。それらは長い時を経て人々に忘れられ見捨て去られてきた。お前ならそれを見つけ拾い上げることができるかもしれない。証明するために証人が存在し、受け継がれるために記憶するものが現れる。そのものへと向かう道の途中、数々の困難に遭うだろう。この石碑はしかし残念ながら善と悪は勝った。